バンバン。お疲れ様です。皆さん、ゲンゲの歌を今歌いました。ゲンゲを自分で覚えてるし。自分ですね。時代は自分です。さあ、今回向かった先は立石で人気のもんじゃ焼き屋さん、日和。そして鉄板を囲むのは私、食べるトミーと小山さん。さらに立石をよく知るお二人に来てもらいました。どうやって作るっていう文化っていうより材料が入ってなかった。これだね、昔の話だ。そうそうそう、俺らガキの頃からも食ってるもんじゃね、うん、うん、それはやっぱりさ、何も入ってない、土手を作れないようなもんじゃだったから、うん、土手っていう文化がないわけ、こっちにはね。もんじゃ焼きで土手っていう言葉よく聞くんですけど、それがないんだって。どんなもんじゃ焼きになるのか楽しみで。はい、のもんじゃです。あとその後にちょっと手でやるんだけど、俺らの楽器の頃のあれをやりたいの、わかる？わー、ね、はい、楽器の頃の何もない、なんで撮ってるの？そうね、俺らの楽器の頃の最初のもんじゃが、まあ、こんな感じだったんだよ、ね、どうやら子供の頃のもんじゃを見せたいらしいです。これでもね、やっぱ今ね、やっぱ豊かな時代だからね、これね。ならトッピング頼まなきゃいいのにと思うんですけど、まあまあここは黙って見てみましょう。ほら、僕のあらゴールキーパーやってる、ゴールキーパーね、ゴールね、どういうこと、ゴールキーパー、まあ、こっちゃも、こっちゃも流れないよね。はい、行くよ、はい、行くよ。何がいるの、レディーゴー。じゃあ俺が何やったの、俺がさ、ガキの頃だよ、落とし穴なかったよね。あ、そう、はい、昔はなかったね、だからね、気にするのなかったね。うわっ、雑っ、こんな感じ、こんなやり方が雑っ、流れちゃうよ、ゴールキーパー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 、駄菓子屋さんのもんじゃです。いや、今のね、ちょっとオーバーでやった、あんなやり方しない。いやいや、駄菓子屋はこれだから。話が全然噛み合っていません。これを作らないとね、キャベツがシャキシャキにできるのよ。みんな好き放題に喋る、これが下町の特徴ってとこでしょうか。まあ楽しそうだからいいよね。まだやわけないんだよ。何それ。だって10円持ってくるんだもん。うるさいから、もうコンプだけ開けてから分けるんだよ。ケイさん、おかしいから開けますね。お前本当にいいか、お前。お母さんは聞こえてんだよ。いやいや、すごいでしょ、会話が噛み合ってないのに成立するって。と思ったら、せっかく避けたトッピング入れちゃうの。でも具入れないと美味しくないから、その具と入れて。やめてよ、アップは。ダジャレが好きなのも下町のおじさんの特徴ってか。ということで、豊かな時代のもんじゃになりました。木を強くするのを弱くするのを開けるのね、ドライバーと少々曲がって。もんじゃ焼きは細かな火加減も重要みたいです。みんなそれでなかなかくっつかないけど、まだ焼けてねえからつかねえんだよ、お前。まだ生じゃねえかよ。生じゃないよ、ふざけんだよ。バチャバチャ、これ違う違う、普通こうやったらここに乗るの、乗らないでよ、これ乗らない、ダメダメ、腹壊す、壊さない。いただきます。ねえねえ、生食っちゃダメだ。大丈夫、まだ生だ、まだ生だ。そう、バッチリ、ちょうどいい、こっちで甘くないな、昔ながらのもんじゃね、ちょうどいい。じゃあいただきます。いいな、ちょっといいだね、うん、うまい、あ、うまいよね、うまい、うん、え、何？鉄板の下から吸わないんだ、上だけかすめとんだよ。え、そうなの。いや、上だけこうやってかすめとんの、そうするとせんべいできるんだよ。あ、そういうこと、あ、そういうこと、せんべい、これキーワードなんです。後ほど知ることになります。
あ、そうそう。で、それで電池出ちゃうと。スプーンで、スプーンでちょこちょこって焼くわけ。ね、こんなぐらいのちっちゃいお椀でね。うわ、あんまりないよ。それがたまに調子に乗って、ね、流れ出ちゃった時に、うん、そのようにくっついたら半分取れちゃうの。それが何、子供の頃の食べ物。もう、駄菓子屋さんに4時まで入り浸りで、母親を迎えに行って、夕飯食べれないでしょって怒られて、まあ、みんなでさ、みんな腹っぺらかしでさ、金もないからさ、ね、それだけでその一杯で勝負だったのね。何にもできない。だからソースもさ、いっぱい入れて、味濃くしてさ。昔の話に花が咲く中、もう一品追加。これはタコの食感が良さそうですね。そして紅生姜の色が鮮やかです。もんじゃ焼きも二回り目に入ってくるとお腹も落ち着き、そしてお酒も回ってくるので、いい雰囲気になってくるんです。あ、あの子かわいいねって言って、投資を来たら半分ちょうだいよってワイド。いや、苦情ばっかりの電話なんてあれなの。さあ、先ほど言っていたせんべい、ここで知ることになります。確かにせんべい、せんべいだ。古いせんべいって言ったらどこでしょう。せんべい言ったら、そうか。下町のおじさん、ダジャレも好きだけどクイズも好きなんです。続いての品はカレースペシャル。カレーの香りが食欲をそそるんです。原神社の裏にあったの、この手がここからないおじさん。何、本当なんだって。みんなが、違う違う、みんな知らないけど、違う違う、本当の話で、古川、あの原神社の裏にあったんですよ。あの手がこっからないおじさんが一生懸命やってくれてたもんじゃ屋さんがあった。俺小さい頃から行ってたから覚えてんの。ほいでここで、あの寒いからってこういうあの切れつかズキみたいにかぶして、ほいでこうやってってやってたんだ。だから印象は強いんですよ。俺の小学 3年か4年ぐらいの時だから本当にあったんですよ。もんじゃ焼きをやると昔話に花が咲くの、これって文化なんですかね。いい感じですよね。これせんべいできるよ。これこのままにつくと、これがせんべいできる。楽しみ。じゃあだってさ、これじゃ味しもないじゃないか。こうやってなでながら、まだでも、これ個人的な意見だと、やめたらシャキシャキうまいな。あ、いいいい、カレーの味いいよ。うん、いい。うん、うん。なんだった？なんだった？これ、そこの分に。はいはい。だって味がめちゃめちゃ濃いね。これで食うよりこっちの方が濃いね。いつしか話題は主役のもんじゃより焦げついたせんべいの話へ。のんべいの特徴なんですかね。つまみになりますからね。それにしても一つの鉄板をみんなで囲んで食べるもんじゃ焼き、楽しくて幸せな気分になりました。ハピーウバ。お金だけは誰にも払わしたくないので、よろしく。いいですよ。しかしこの後、幸せ気分が一変します。さあ、今回の振り返りです。日和は京成立石駅北口より徒歩3分。営業時間は夕方の5時から夜の11時までですが、日曜日はお昼の12時から空いてるみたいです。またもんじゃ焼き以外にもお好み焼きや鉄板焼きなどが楽しめるメニューがありました。人気店なので予約必須だと思います。
ー。